はい、りょんです。今回はプレステージキー4個使用してマスターコーリングカードの解除をやっていきたいと思います。これね、シーズン5が今撮ってる日時が10月5日火曜日なんですけど、あと終了まで1日と18時間58分ちょいなんで、これシーズン6に突入するとレベルがリセットされるんで、レベル1になるんでね、そのシーズン5期間中にこれコーリングプレステージキー使ってコーリングカード解除した方がいいんでね。ではあと1日18時間で、今レベルがね401なんですけど、プレステージ23レベル401なんだけど、これ50レベル50ずつでプレステージキー獲得できるんですけど、さすがにこの1日と18時間57分ちょいでレベル450まで持っていくのは物理的に不可能なので、ちょっとコーリングカードも解除していくんで、これもいいんだけど、これ2個必要なんですよ。コストが前はね、コーリングカードなんかも2個だったんだけど、アニメーションのこういった動かないやつは1個だったんだけど、アニメーションのこういったのは2個必要だったんだけどね、後からなんかシーズン3あたりだったかな、シーズン4か忘れたんだけど、コストが全部1になってたんですよ、コーリングカードだから。前これ2個使ったやつ還元してくれないかなと思うんですけどね、それないのかな、なんかちょっと損してるんで。で今回はこれは次やるんで、今回4つなんで、これまず解除するんで、これ今回はシーズン5で追加されたやつなんですけどね、この走り書き、この DJ のこれスクラッチのやつですね、これとこのデジタルスカルっていうのも新しく追加されたんだけど、これは次やるんで、シーズン6の時にこれまず解除するので、これレガシーコーリングカード、これブラックオプス3のコーリングカードですね。走り書きまずコーリング解除するんで、プレステージキーを使用してこのアイテムを入手しますか、これ解除しましたね。こちらで次ね、こっちも新しいですね、スライドショットレガシーコーリングカードブラック、こちらもブラックオプス3ですね。これも解除するんで、プレステージ、これもいいですかね、これ解除した。スライドショーで、あと2個あるので、上にキーの横に数字がありますよね。今2個、2ってなって、あと2個っていうことなので、これとかもやりたいんだけど、これもあと最後にやるんで、あと2個は本当これとかやりたかったんだけど、500回さないとこれアンロックされないんで、これとかもで今回こちらやるんで、レガシーコーリングカード、これブラックオプスフォースね、墓泥棒、これも解除するんで、墓泥棒こちらですね。であと1個はこれとかでもいいんだけど、12今レベル400まで解除できるやつは、これキーの表示がされてるやつはこれ解除できますよっていうことなんで、これとか1、2、3、これとかもやりたいんだけど、これ3種類もう次やるんで、これやろうかなと思って、これレベル、これは200で解除できるんで、400でこれもここまでできるんですよ。これもいいんだけど、これやろうかなと思って、これかっこいいんでね、これアニメーションじゃないんだけど、これもね500なんだけど、これもかっこいいですけどね、これはもう500にならないと解除できないから、これやろうかなと思ってるんだけど、これもかっこいいんだけどね、これとかもこっちやろうかなと思って、アニメーションじゃないんだけど、これブラックアウトプレステージ8、これ BO4 のやつだね、これ解除するんで、これ解除するんでね、はい、これで終わり。今これ設定してんだけど、今回これでやろうかな。
プレイヤー ID で見れるんで、これポーリングカード。プレステージ、これ全部解除したやつですね。今回のやつはこの走り書きと、あとはこのスライドショットに墓泥棒と、このブラックアウトプレステージ8、今回これ設定しようかな。これ設定しようか。こっち、これシーズン5がもうちょいで終わるんでね、チャレンジ もう終わらせたんで、早めに3週間ぐらいだったかな、1ヶ月ぐらい前に終わらせてるから、シーズン4はまだ、シーズン4もシーズン3も終わってる。シーズン2はねもう中盤以降から開始したんでね、 BOCW シーズン1をやってないんで、これも解除しないといけないんだけど、これ後でやるんで、はい、以上にしたいと思います。今回あのプレステージキー4個使用して、このスライドショットに墓泥棒、ブラックアウトで最初からやろうか。走りがキープレステージキー4個使用してね、このプレステージマスターコリンカードのね、走り書きにこのスライドショットで墓泥棒、ブラックアウト、プレステージ8のコリンカード解除しました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。